どうもなおちんです。さあ今日は妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。夏休みそろそろ始まりますよね。夏休みに妖怪ウォッチ1そして4学園とこの3種類を、ぼちぼちやっていこうかなと思います。とりあえずどこら辺にいるのかそれを確認してみようと思います。多分1年前ぐらいまでやってたんだよな。どれぐらいになってる？はいはいはい。遊んだ時間1089時間、とんでもない時間だな。あーでやっぱりそうだね、去年の5月27日にラストになってますね。ではちょっと入ってみましょう。全然覚えてないんだよな。全然覚えてない。まずね、レベルが、人兵が812。で、他が、まあまあ700ぐらいってことか。はいはいはい。確かレベルマックスが900かな ?999 じゃなかったような気もするんだよね。確か900がマックスだったと思うので。なるほど。とりあえず、レベルはマックスまで、上げたいところですね。で、装備なんかはどんな感じなんだ？なるほどね。技メダルなんかはまだ700台ですね。うん。多分ここら辺までしかおそらくまだ出ないんでしょう。全員のね、レベルが上がってないので、確か全員のレベルの平均値が、出るんじゃなかったかな。なので、これぐらいがそうなんでしょう。全員を900まで上げるの。これはなかなか厳しそうだね。うん。で、装備なんかは、あれだな。おそらく、まだガチャで出してないやつとかが、いっぱいあるはず。うん、いっぱいあると思う。なるほどね。で、クエストはどうだっけ？え、クエストどうやって見たっけ？忘れた。ここで全部見れるわけじゃないもんね。ここはここだけだもんね。うん。あ、ちょっと待ってよ。確か運動場のところで、裏ボスみたいなやつと戦えた気がするんだ。そっちまで行ってみましょうか。確かここだったもんね。なるほどね。はい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 。ここら辺が多分、マックス難しいところ、じゃなかったかな。だね。うん。ここら辺が多分一番難しいところだと思う。一応全部、クリアはしてるっぽいですね。うん。ミッションなんかは全部クリアしてるので、とりあえず、レベルをマックスまで上げましょう。そして、取ってない装備。多分、あとガチャゲンだけだと思うんだけどね。それをゲットしていきましょうか。あとなんかやることある？ちょっと待って。持ち物見てみましょうか。あと何かやることあれば、それもやっていこうと思うんですけどね。特に、ない？ないかな？なんかないっけ？Y 辞典とかも、全部、埋めたいよね。いや、多分全部埋まってるぞ。いる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 。埋まってないのが、結構いるよ。うん。ここもいないしね。意外と、持ってないやつが、いるので、なるほどね。うん、持ってないやつが結構いるので、この辞典も埋めていきたいところですね。うん、でも結構埋まってる。おそらく残り10体ぐらいじゃないかな。多分残り10体ぐらいだろうから、それを埋めていきましょう。うん、表彰状は全部取ってるよね。取ってない！取ってないのがある。マジか。表彰状もあと3つですね。3つ、取れてないので、それもなんとか、取っていきましょうか。
はい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 。OK です。まあ、大体見えてきましたね。Y 学園は、とりあえずレベルをマックスまで上げる。そして、辞典を全部埋める。で、持ってない装備をかき集める。それをやっていこうと思います。あ、あと、あれだね。なりきりキャラプレイなんかは全然やってなかったので、それも、やっていこうと思います。はい。ということで、今年の夏休みは、Y 学園、これもぼちぼちやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。